はい、大変メジャーな実験なんですけども、炭酸水素ナトリウムの熱分解反応ですね。素材は炭酸水素ナトリウム、いわゆる重曹っていうふうに言われる場合もありますね。身近な素材として、例えばのクッキング、もうこう重曹、炭酸って書いてありますけど、お菓子を膨らませる膨張剤だったり、これはお風呂に入れる沐浴剤なんですけど、まあ、これお風呂に入れるとですね、CO2 がシュワーッとこう出てきて、まあ、こう沐浴効果が高まると言われているものですよね。その他にね、胃薬ですとかね、あと洗剤としても使われる、そんな物質です。教科書なんかでは、中学校の2年生の教科書では、物質の成り立ちのところで扱ったりするそういう、物質になるテーマになります。はい、別画面に切り替えました。反応をですね、化学反応式で示すと、まあ、こんな感じになるんですけども、材料である炭酸水素ナトリウムですね、それが熱を加えると分解されて3つの成分にこう分かれていくと。ただこう化学反応式はですね、正しくは右と左の原子数が合ってないといけないので、係数合わせをしてですね、まあこういうふうに記述するのが正しい、書き方になります。ただ中学生ぐらいまではね、あんまりこう化学反応式こういう複雑なものまでやらないので、教科書にはこう物質の名称が書いてあって、これを熱を加えるとこんな成分に分かれますよねっていうような紹介のされ方をしていると思います。炭酸水素ナトリウムを加熱すると、まず炭酸ナトリウムですね、これは材料のこっちの物質ですね、これと同じように白い結晶なんですけど、名前が出て紛らわしいんですけど、こちらの水素ってついてますよね、 H の物質ねついていて、こちらの炭酸水素ナトリウムの方が弱いアルカリ性、塩基性、水に溶かした時ですね、弱いアルカリ性なんですけども、こっちは強塩基性を示す物質であるというところが違うところですね。だからブクブクブってこう泡が出てくるんですけど、まあその本体ですね、 CO2、二酸化炭素、それから水ですね、まあ、この反応を反応式で示すとこんな形で表現することができる。はい、それでは実験のやり方なんですけど、その炭酸水素ナトリウムですね、それをテキストで紹介している実験の手順に沿ってやりますと、まず炭酸水素ナトリウムを測り取ると、まあこの薬包紙使うんですけど、この折り方大丈夫でしょうかね。はい、炭酸水素ナトリウムですね、それを、まあ、加熱して熱分解反応を起こすんですけど、薬包紙で、はい、試験管に炭酸水素ナトリウムを取りました。これが気体誘導管なんですけど、もう、ゴム管に LG のガラス管ついてますね、まあ、これ後でセットしてもいいんですけども、こちらのクランプに固定してね、最近はね、ガスバーナー分前式ではなくてガスコンロのね使用が推奨されたりしますので、ガスコンロのパターンで紹介したいと思います。でこのあと加熱するんですけども、その前に気体補修する試験管ですね、これを水槽の中に入れておきまして、このシリコンキャップとですね、で水をボコボコボコ、ちょっと見えなかったですかね、空気を抜いた状態で、水を満たした状態で試験管を水槽の中に入れておきます。ちょっとカメラの感覚が見えにくいんですけど、で誘導管の先、ガラス管を水槽の中に入れます。であと加熱しますね。ちょっとこの試験管の角度もちょっと注目ですね。
はい、今加熱始まりました。ちょっとカメラの関係で見えるかどうか分かんないんですけど、あ、ちょっと見えましたかね。どん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 ほら、加熱されて、まあここに入っている空気がですね、膨張して今出てきてるってこともあるんですけども、大体大丈夫ですかね。もともと入っていた空気は、かなり出ているということが想像できます。ちょっと操作しづらいんですけども、この状態で、はい、水で満たされた試験管に気体を補充します。ボコ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 って感じで、いい感じで入ってますね。はい、たっぷり取れましたね。そしたらすぐさまシリコンキャップをしてしまいます。はい、じゃあ2本目いきます。気体が入ってますね。では2本目も蓋をしてしまいます。はい、でここで火を止めたいとこなんですけども、その前にこちらのゴム栓を緩めておきます。それから火を止めるんですね。まあ、その理由も後でちょっと考えてもらうんですけども、はい、加熱は終了で、次は使うのがこの塩化コバルト紙ですね。これ今ケースに入ってるんですけども、事前にこのシャーレに取っておきました。で、この状態ですとですね、実験の直前に、出せばいいんですけども、この状態で一回ですね、もうかなりしけちゃってるので、ここで一回コンロかなんかでこう温めてですね、乾燥した状態で、まあ、使うということですね。はい、この、まあ、青い状態ですよね。いわゆるコバルトブルーってやつですよね。でこの塩化コバルト紙でこのキャップ改めて外しますけどですね、外してちょっとカメラの関係でちょっと逆手になってちょっとやりづらいんですけど、ピンセットでこの塩化コバルト紙を近づけて、この液体ですね、試験管に付着しては、まあ、発生してきたと思われる液体をつけるとこのようにですね、まあ、ピンク色になると。さっき青かったですよね。それがピンク色になっているということが分かります。その次の操作としては、はい、水槽の方にそのまま ほっぱらかしておいた、放っておいたこの試験管の方ですね、そちらをこっちに試験管立てに戻しますですね。でこの気体に、気体が何者であるかっていうのを確認する操作になります。はい、まず1本目ですね。これマッチですけども、マッチを吸ってを外して近づけます。すると、まあ、消えるということから、はい、この中の気体が何者であるかっていうのを考察することができますね。でもう一本あるんですけども、こちらも、まあ、教科書の方では線香の火ですね、線香の火をつけて試験管の中に入れてみろっていう指示があるんですけど、これちょっと分かりにくいんですね。今のマッチの火とそんな変わんないんですけど、やることはですね、これ一回大きな炎をこうですね、まあ、ちっちゃな炎にしてこの中に入れると、見えにくいですかね、まあ、消えてしまうということが分かりますね。はい、はい、次の操作です。こちらの三角フラスコにね、石灰水ですね、まあ、事前に作っておいて透明にしておくんですけど、こちら、こっち側から見るとちょっと白っぽくなってるように見えますけど、液体そのものも透明になってます。でこちらの気体、マッチの火を近づけたやつですけど、そちらの方にまだ、残っていると、気体が残っているという体で振るわけですね。
するともう入れた瞬間に濁ってしまいましたね。ですね。で、まあ、白く、石灰水を白く濁らせたという、まあ、そういうことが観察できるわけですね。さらにもう一つですね、あらかじめですね、こちらに炭酸水素ナトリウムを先ほど使った量と、まあ、ほぼ同量のものを用意しておきました。でこれで何を比較するかというと、もう冷めて手で触って大丈夫なんですけどね、先ほど加熱して、まあ、反応後の、加熱した後の、残った物体物質ですよね、まあ、それと元の、材料である炭酸水素ナトリウムが比較検証するために次の操作を行います。水で、まあ、大体同じぐらいの量、ここは頑張って溶かさなくても全部こう溶かす必要はありません。はい、水を加えたんですけど、まあ、ここにフェノフタレン試薬ですね、そしてもともとの材料である炭酸水素ナトリウム1滴2滴では反応後のこの試験管ですね、2滴、2滴ちょっと入っちゃったかもしれないですね、まあ、こちらが、元の材料の状態ですね、材料の炭酸水素ナトリウムと、これが反応後の試験管に残った物質です。見かけは白い結晶である、ね、そこは同じなんですけども、フェノルフタリンを入れた時にこう色のつき方が違うよねっていうことがここで分かります。ではどういうことが起こったのかなっていうことを、まあ、考察することができるわけです。はい、実験操作自体はね以上なんですけど、まあ、まとめますと、炭酸水素ナトリウムを、まあ、加熱したと、加熱して発生してきた気体を誘導してそれを補修しました、ね、で、この加熱したの試験管、こうさっきね置いてあった試験、このトランプにねあった試験管にこう液体がついてましたよね。それを、塩化コバルト紙で、塩化コバルト紙を近づけてってね、その液体に触れさせて色の変化を見ました。でその後補修してきた、気体ですね、試験管に補修してそれをまず、マッチの火を近づけたらどうなったか、その次に同じようにね線香の火をこう差し込んだらどうなったか、で次は、石灰水ですね、石灰水を滴下して振ったら、濁ったっていうことは、先ほどねもうちょっと濁ってたんですけどちょっと色薄くなっちゃいましたけど、まあ、濁ったよねと、さらに元の炭酸水素ナトリウム材料であるですね、反応前の炭酸水素ナトリウムと反応後のこの試験管、こうクランプにあった試験管、こっち持ってきて反応後の同じ白い結晶なんですけども、それぞれフェノフタリンを入れると、まあこうまあ、色のつき方が違っているという、そういうことが観察できたわけですね。